日本財団が推進する海と日本プロジェクト、日本の海に関する情報をお伝えしています。8月24日千葉市美浜区豊砂公園周辺でスポゴミ甲子園千葉県大会が開催されました。スポゴミ甲子園とは高校生3人1組のチームで制限時間60分以内に力を合わせてゴミ拾いを行い、その質と量をポイントで競い合う地球に優しいスポーツ。優勝チームは来月都内で行われる全国大会への切符を手にします。スポゴミ甲子園を開催する理由について日本スポゴミ連盟の藤平さんにお話を伺いました。昨今問題になっている海ごみ、プラスチックごみが問題になっているんですが、それのアクションとしまして、高校生の皆さんには馴染みがない海ごみについて今回のこの活動で意識を向けていただきたいなという活動になっております。はい、千葉県大会に参加したのは15チーム。チェンジフォーザブルーの掛け声と同時にゴミ拾いがスタートしました。海洋ゴミの多くは町で出たゴミが河川を経て海へ流れ着いたもの。参加した高校生たちは海洋ゴミをこれ以上生まないためにも、普段目につきにくいところのゴミも丁寧に拾い集めました。結構自分たちでは結構拾えたかなと思ってます。案外思ってた以上にゴミがあってびっくりしました。なんかタバコを中心に拾ったんですけど、信号のある交差点とかが多かったので次から注意してみたいと思います。思ったよりたくさんゴミがあって、僕たちポイ捨てとかしないようになって思いました。集めたゴミを種類ごとに集計しポイントに換算。その結果、見事優勝したのは敬愛学園高校 KG ガールの3人。千葉県の代表として全国大会に挑みます。ありがとうございます。いろいろ新しい建物がたくさんあるので綺麗なイメージが多かったんですけど、よくよく注目してみるとタバコのゴミだったりプラスチックゴミなどがたくさんあって、普段の生活で気づかないことに気づけてとても有意義な時間だったなと思います。千葉県の名に恥じないように精一杯頑張ります。頑張るぞ。海洋ごみ削減に向けて皆さんもできることから始めてみませんか。海と日本。